長崎市営ラグビーサッカー場は長崎県長崎市にある球技場である。長崎市の運営する球技場で1945年8月9日に原子爆弾を投下された爆心地を囲む平和公園のスポーツのゾーン内に立地する。このスポーツのゾーンには長崎県営野球場と長崎市民総合プールが隣接して設置されていて プロムナードデッキにより結ばれている。長崎県営野球場の完成とともに、現在の姿に改修された。当初フィールドはクレーであったが、後に人工芝にリニューアルされている。また、平和公園内には他にも、長崎市営陸上競技場やソフトボール場などのスポーツ施設が存在する。1949年9月。 戦災復興を目的に、一周333.3メートルの長崎市営競輪場として開場。1967年1月限りで、競輪場移転の名目で開催を休止。だが、移転先は未定のままだった。同年4月に行われた長崎市長選挙において、競輪廃止を公約に掲げた初谷義武が、初当選。初谷は、 公約に従って、同年12月に、長崎競輪の廃止を決定した。当施設はその跡地に建てられたものである。2014年の、長崎ンバらんば、国体に向けたスタジアム整備の一環として、ラグビー会場に東京議場が指定され、グラウンドの全面改修が実施された。国体開催に際した、競技施設基準に、ラグビー場は、 芝生が望ましいとされており、それまでクレーピッチとして使われていた東京議場を芝生のグラウンドにすることを決めたが、天然芝の場合は芝生の養生、管理の制約ができてしまうために人工芝にした。人工芝は長さ6 5ト、mm、ルのロングパイルで人工芝とアスファルトの間にクッション用のゴムチップなどを挿入している。この他、 1983年11月10日に TBS テレビのザベスト10放送300回を記念した番組初の公開生放送ザベスト10 in 長崎が東急議場を会場に実施され市民約1万5000人が詰めかけた。ありがとうございます。